ムーブオンライン。2014年8月31日、つくば市つくば北部公園テニスコートで、赤松商事株式会社が運営する赤松国際女子オープンテニストーナメント女子シングルス決勝戦が行われました。今年で28回目を迎えるこの大会は、茨城県内唯一の女子テニス国際大会で、日本の女子テニスプレーヤーだけでなく、世界数カ国から外国人プレーヤーも本戦に出場しました。この大会は海外のメジャートーナメントに出場するために必要な国際ポイント WTA ポイントが取得でき、若手女子選手のグランドスラム大会への登竜門として大きな役割を果たしています。そして今年のシングルス決勝戦のカードは、世界ランキング297位波形純理選手と、世界ランキング777位チャン・カイチェン選手となりました。それではシングルス決勝の様子をお届けします。第1セット、第1ゲーム先取したのは波形選手。安定したショットでリズムをつかむと、連続でゲームを取り、第1セットをストレートで制します。第1セットを取られ、後がないチャン選手はここで反撃に出ます。鋭いコースをついて、立て続けにゲームを取得していきます。ですが、5ゲーム先取したところで流れが一変。波形選手が立て直し、追いつかれてしまいます。その勢いに焦りが出たのか、チャン選手がミスを連発してしまいます。その後は何とか持ち直し、試合はタイブレークへともつれ込みます。必死に食らいつくチャン選手でしたが、最後まで主導権を奪うことができず、波形選手がタイブレークを制し、第2セットも取得。波形選手がチャン選手を破り、シングルスタイトルを獲得しました。今日はでも出だしがすごい良かったので、結構いつも出だしは悪いんですけども、最初のスパートが良かったので、途中ちょっともつれたんですけども、我慢強く自分のテニスができたと思います。どうしても勝ちたい試合だったので、はい、勝てて本当に良かったです。大きな目標はもうあまり立てていないんですけども、一つ一つ目の前の試合を勝つことを目標に頑張っていきます。世界を目指す選手たちによる白熱した試合が見れる赤松国際女子オープンテニストーナメント、今回出場された選手の皆さんが世界を舞台にご活躍されることを期待しましょう。